どうも柴です。今日は柴の気になっているラーメン屋に行こうのコーナーということで、今日は大阪堺市の三国ヶ丘に来てます。じゃじゃん、ドトンコツ幸運券って書いてるように思うでしょ。おあれほんまラッキー券って読むらしいわ。キラキラネームか、うん、幸せなあれそうやろ。なれそう。しかも男盛りラーメンっていうでっかいラーメンがあるらしいから行きましょう。ということで行きましょう。ということでこれ、このドトンコツラーメンのほら男前1000円。おうおう。これが 2.5 玉で結構大きいみたい。だこれに、うん、これに煮卵トッピングで僕行きたいと思います。これだけやったら足りひんからチャーハンセットにしよう。足りひんか普通。ということでやってきました。これドトンコツラーメン男前盛り。いや僕男前盛りってさ、麺が 2.5 玉になるだけやと思ってんか。おうおう。違うねんな、内容がな、うん、全てが2枚になんねんな。男前はその中でも麺の多さを選べるっていうだけで、だから麺の多さ聞いてくれてんや。でチャーハンでしょ。おうおうおう。でこれが唐揚げ。この唐揚げ美味しそうやったね。美味しそうやね。うん、いただきます。じゃまずスープからいただきます。優しいけど極めて濃厚。おお。優しいけど極めて濃厚。じゃあ麺いきますね。そう、置き場がないからこっちに置いとくか。まあ中太麺って感じやね。そうやね。うん、スープとめちゃ合う。卵麺、うんうんうん、卵麺が豚骨スープとめっちゃ合う。豚骨スープはね結構オリジナリティ強い味。おおおおおお、うん、最初豚骨の煮込んで甘みからきて、で最後この返しでちょっと締まるみたいな、うんうん、でとろっとしとって美味しいの。臭みが最初ちょっとくんねんけど、豚骨独特のうまいっていう感じ。おだから最高やん。でこのこっちか、こっちから行くわ、こっちから行くわ、こっちから行くわ、こっから行くわ、こっから行くわな。この問題のチャーシューな、でかいでかいでかい。いただきます。がっつりしまってちゃうし、食べ応え抜群。うん、でもね、チャーシュー自身にそれほど下味をつけてないから、このスープとめっちゃ合う。なってないよ。え？なってないよ。あ、まだ食べが甘いからか。そうそうそう。あ、そうそう。じゃあ、ちょチャーハン。このチャーハンもね、めっちゃいい香り。これぜひとも頼んで美味しい。チャーハン。うん。僕好みのチャーハン。おお。うん。うん、はい。美味しい。ああ、いいですね。じゃあ唐揚げいきましょうか。この形珍しいね。そうやな。ちょっと手震える。手震える。重たいね。重たいね。うまっ。結構旨味を感じながら食べれる。おお。こう。大阪
白いかが何が面白いって、すべてのテーブルに1個テレビついてんねん。うんうん。で、めっちゃ親切に充電も OK、 撮影も OK、 何でも OK、 何でもはないか。ここだけついてないと思ったらリモコンがあるから、自分の好きなテレビ見ながら食べれんねん。家やで、うん、家また服それやな。うん、ニンニク入れよう。美味しいよ。うん、男前やな、ニンニクの量。え、そらね、こんぐらい入れんと男前には。うる。お、ニンニクめちゃ合うわ。合うやろ、やっぱ豚骨にはニンニクやね。ニンニクめちゃ合う。知ってた。僕ら今ラーメン3日連チャンやねん。しかも3日ともニンニクやねん。毎日忘れと次の日には絶対不快感が出て、2人ともわやらかしたら言うてるやん、うんうん、この時間だったらな、ニンニクが切れてくるとニンニク欲しくなる。今日は絶対ニンニク僕入れんとこうと思う。だから最初入れへんかって、うんうん、もう今日はやめとこうと思う、うん、けど坊ちゃんが入れてんのを見たら、うわーみたい、飲みたいじゃん。ニンニク飲むんですよ、ニンニクだった。ちょっとビール曲がってくるわ。けど、ニンニク入れすぎると濃くなるね。味濃くなるな。味が濃くなる。確かに濃くなる。このニンニク結構塩分きつめやね。そうやね、うん、ビール。じゃあ今更やけど乾杯です。あ、肉とビール最高。ラーメンとニンニク、ラーメンとビール違う。うまいよ。やばい、僕坊ちゃんの病気を取ってたかもしれない。ニンニク言っちゃう。僕中毒や。中毒やな。表現だよ。うん。そうやね。ごま入れた。うん。ちょっと。レンゲの中にニンニクが入ってた。そらあんだけ入れて入ってるわ。マジで普通の人がだ。お。お。しました。ニンニクの大量。うん、うまっ。このチャーハンマジでうまい。なんか言ってたもんね、うん、最初の料理長と相談しながら作った。あ、そうなんや、うん、あ、これがどうやった、新阪急ホテルから、うん、あの、うん、27階で、うん、料理してたから、そこから聞いたわ、うん、あ、そういうこと。本茶はマジでうまい。お気に入り。ほら、めっちゃ男前になった。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、ドドンコツラッキーケンさん、男前はきついです。何がきついって、チャーシューがやばいです。やばいな。多い、多かったな。多い、しかもあのチャーシューがずしっと重たい。チャーシュー、おー、詰まっとる。もうぜひともみんなね、食べに来てみてください。まあ、僕の一押しはチャーハンだと思った、うん、けどチャーハンだと思った、うん、けどあの肉じゃががいつうまそうやった。まかないやろ。俺も気づいた、うん、なあ、うん、あれはね、うまそうやなって。ということで本日もありがとうございました。